いやー40代に入ってから着こなしがなんかしっくりこないんだよななんとなく地味な感じがしておじさんっぽく見えちゃう気がするしちょっと頑張って色とか柄入れるとなんかそれはそれで派手すぎてしっくりこない感じがするしなかなか自分のファッションって客観的に見ることができないんだよなどういった着こなしが夏の NG なのかそして OK のコーディネートまで誰かしっかりと教えてくれる人はいないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが大人の夏の夏 NG で5 0 0 0ちゃんと正解もお伝えしますというテーマでお届けをしたいなと思っていますまあ冒頭にもお伝えした通り40代大人世代の男性は結構悩んでるかなと思うんですね、まあ、30代の頃からまあいつも通りの着こなしをしてきたんだけどもなんか老けて見えるなとか地味でおじさんっぽく見えるなとか違和感はあるんだけどもその原因が何なのかが具体的にわからないという方多いんじゃないのかなと思いますなかなかですね第三者がちょっと今の着こなしダサいですよとかおじさんっぽいです うととかって言ってて言くれることは日本人優しいのであんまりなので今回の動画では具体的にこういったところが夏のコーデの中では失敗しやすいですよというところをお伝えしつつじゃあどうすればいいのか OK コーデまでですねしっかりと皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています結構マニアックな項目もあったりするんですが、まあ、僕自身ですね街でいろんな大人世代の男性を観察しながら実際に感じたことなのでぜひ、まあ、皆さんもですね今回の動画を振り返りながら、まあ、こういった部分でつまずいてないのかなというですね 一つの参考にしていただけたら嬉しいなと思っています。まあファッションにルールもないし答えなんかはないんですけども、ただつまずきやすいポイントというのは共通で色々とありますので、まあ、そのあたりをですね、避けていただくためにぜひ今回の動画最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はいということでここからですね具体的に夏のですねおじさん見えする NG コーデを皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですがまず一つ目ですね半袖袖ャツののから下に着ててていいいいるるが覗いてしまっているというものなんですねちょっとマニアックな項目なんですが街で見かけることが非常に多いですし結構皆さんの中でもやってしまいがちかなと思うので今回一つ目にこちらを挙げてみたいなと思っています夏の定番的な着こなしとしては半袖の T シャツこれはも 鉄板でで使いいやすいかなと思うんですがまが、あ、それだけだとちょっと大人見えしないので無地の半袖 T シャツを着てその上に半袖のオープンカラーシャツだとかレギュラーカラーシャツこういったものを重ね着するような着こなしって、まあ、最近では割とですね定番的になってきてるかなと思いますまあ、その時にですね T シャツの袖の長さこれをですね気をつけていただきたいんですね、まあ、結構ですねユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツをですね着てる方多いかなと思うんですがこれって単品で着るのはいいんですけど も袖が長いんですよいわゆるゴブ袖なので重ね着には全然向かないんですねこのユニクロ U だとか、まあ、他にもですねちょっと袖が長めのオーバーめの T シャツの上にですね普通のオープンカラーシャツとかを着ると T シャツの袖の方が長いのでちょっとチラチラとですね見えちゃうんですよねこれがあんまりかっこよくないのでできれば皆さんも避けていただきたいなと思います意外と語られないところでもあるかなと思うんですが、まあ、白 T といってもですね2つの用途があるんですね主役として1枚で 着れるような白 T これはちょっとサイズ感が緩い方がよくて袖だけも長くていいと思うんですが重ね着用の T シャツというのは袖長いとちら見えするのであまり向かないんですねですのでもしですねインナーとして T シャツを着るのであれば先日もご紹介しましたヘインズのビーフィー T ですねこのあたりが非常に使い勝手がいいんですね袖も腕の関節よりも短いのでまずですね上にシャツを着た時にちら見えすることがないので、まあ、こういったものを選んでいただいた方がまず間違いがないのかなと思っています大人の シンンプルなな着こなしここしそでですすねねういった細部のバランスです、ね、あーちょっとこれもったいないなとかせっかくバランスよく整ってるのにこの数センチのチラ見えだけで台無しになってるなってことが少なくなかったりするので是非ですね結構僕のチャンネル見てる方の中にも意外といるような項目かなと思うのでこの辺りはですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい続いて2つ目のですね NG コーデなんですがボトムスの裾の長さが間違っているという項目ですねこれもですね街でよく見かけるんですけどもボトムスの裾の長さにも緩やかにトレンド流行みたいなものがあるんですねそれをざっくりでいいので押さえておくとすごく便利かなと思ってまして短いのも良くないし長すぎるのも良くないんですねまあ一番いいのはハーフクッションからノークッションぐらいというところまずは覚えておいていただきたいなと思います 今から5年ぐらい前だとですねタイトなボトムスのシルエットのものが主流でしたそうなるとですねちょっと軽快にですね靴とボトムスの裾の間にですね空間があって肌が見えることで抜け感みたいのが出るって言われてたんですね、まあ、場合によってはですねデニムとかをロールアップしながらちょっとこうくぶ丈8分丈ぐらいにする人も多かったりしたんですが今だとそれはちょっと古臭く見えるのでやめた方がいいかなと思いますまた長すぎるのもよくなくてボトムスの裾上げしましたかっていうぐらいですねこうダボッと ななってたりすするるとスタイルが悪く見えますしだらしなく見見ええまししのでこれまたおじさんんっぽく見えるんですねですので、短すぎも長すぎもダメ。じゃあ、どれぐらいがいいのかというと、先ほどもお伝えしましたが、ハーフクッションかノークッションぐらいですね。ま,あ、まずノークッションをお伝えしますと、ボトムスと靴がですね、ギリギリ触れるか触れないかぐらいで、たわみができない状態ですね。これがノークッションと呼ばれる状態です。かつては、八分丈とか、割とこう、ロールアップしながら、足首を見せるような着こなしをしてた方であれば、今だったらノーッ ぐらいですね。これぐらいがちょうどいいと思ってまして肌はあんまり見えないんですけども実際に歩いたりするとちょっと動きが出てギリギリですね抜け感が出るような長さになるのがこういったノークッションかなと思いますまあ、このようなノークッションで仕上げるんであればいわゆるテーパードパンツみたいな膝から下にかけてこう緩やかに細くなっていくようなちょっと綺麗なパンツであればノークッションぐらいで揃えるのがすごくいいかなと思うんですね一方でちょっと今っぽいですねややゆとりのあるパンツですねユニクロのタックワイドパンツだとかまあ、そういったものであれば 少しだけけクッションをつけた方がいいかなと思うんですねそういった時に便利なのがハーフクッションと呼ばれるようなボトムスの裾が靴の上に乗っかって少しだけたわみができる状態ですね、まあ、これぐらいがベーシックであんまり時代に左右されないようなそういった長さかなと思うので、まあ、こういった形で長さを整えるのがいいんじゃないのかなと思います大体いいお店に行って裾その長さどうしますかと聞かれた時にもうハーフクッションでお願いしますとかノークッションでお願いしますといえばですねだいたい店員さんは理解してくれますのでまあこう こうういいいった言葉を一つ覚えておくのののもいいかなと思うのででその長さですねこれが短すぎても長すぎても結構おじさんっぽく見えるところなのでぜひですねこの先端の部分見えづらいとこではありますが一発でおしゃれかそうじゃないかが分かる項目なので、まあ、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目の項目なんですが、全身が普通すすぎるというものなんですねまずはこちらの写真を見ていただきたいなと思うんですが、決してこう悪くはないんですね。いわゆる普通な状態かなと思います。ですので、良くも悪くもないんだけども、普通すぎておしゃれに見えることがないのと、何だったら普通すぎておじさんっぽく見えるというところに繋がってしまいがちなので、ちょっと注意が必要かなと思います。一個ずつアイテムを見てくると、上半身には半袖のシャツを 着てていいまます。す襟型はボタンンダウンになっていますよね。でボトムスに関してはベージュのチノパンですサイズはジャストサイズなので決してこうだらしなく見えるようなことはないかなと思うんですね上下ともにジャストサイズで色としては上はブルーのシャツで下はベージュのチノパンということで割とこう色使いにしてもベーシックだったりするので何のですね、癖もないようなスタイリングではあるんですがだからこそおじさんんっぽく見えるんですね。結構こういった着こなしの方街でたくさんいるので注意が必要かなと 思いますじゃあどこがおじさんっぽく見えるのかというとまずは色使いなんですねブルーとベージュってどちらもベーシックなカラーで使いやすくはあるんですがどちらに関してもメリハリが効いてないような割とこう柔らかめな配色なんですねライトブルーのシャツにベージュのパンツだと結構全体がぼんやりしてしまってなんとなくおじさんっぽく見えてしまうのでこういった配色って結構注意が必要だなと思いますあとはライトグレーとベージュの組み合わせとかも結構近しい色でぼんやりしてしまうのでどこか色を引き締め た方ががままとまりがいいんですね例えばこちらだったらボトムスをブラックだとかダークグレーにするだけでも結構メリハリが効いておじさんっぽさは薄れてくるかなと思うんですねでシャツなんかもすごくオーソドックスではあるんですがいわゆる今っぽいシャツではないんですね襟型を見ていただくとボタンダウンになってましてサイズ感も割とですねコンパクトになってるかなと思いますまあベーシックだったら何でもいいのかというとちょっとしたトレンド感だとか今の空気感を入れないとそれまたおじさんっぽく見えてしまうのでこのシャツを例えば 例えば半袖のオープンカラーシャツにしてみるだけでもだいぶ見え方が変わってくるんですね袖の長さは今ですねかなり短めなんですけどもオープンカラーシャツにすることでちょっと長くなりますし身幅だとか着丈のバランスももうちょっとゆとりが出るのでそうするだけで決してこうオーバーサイズに振り切ったわけでもなく適度にゆとりが出ることでおじさんぽさはグッとなくなったりだとか今っぽさも出たりするので、まあ、ベーシックな着こなしは決して悪くはないんですがあまりにベーシックで全身まとめすぎてしまってそれがかつてのベーシックだと 本当に古臭く,くおじさんっぽく見えるのでベーシックすぎる着こなしというところは注意が必要だというところを是非覚えておいていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目がですね、サイズ感で失敗をしているという項目ですね。例えばこちらのですね、画像を見ていただきたいなと思うんですが、正直パッと見の感じではそんなに悪くないかなと思うんですね。細かく見てみると、上半身も下半身もジャストサイズからちょっとタイトめの感じなので、スタイルはよく見えて、バランスもいいと思うんですよ。いわゆるベーシックなサイズ感ではあるんですが、今のベーシックなサイズ感というよりは、ちょっと前の時代 のベーシックなサイズ感かなと思うんですねタイトな時代が前世だった頃であればこういったサイズ感って全く問題がなかったかなと思うんですがじゃあ今の時代においてこういったサイズ感だとちょっと古くておじさんっぽく見えてしまう可能性があるところが難しいところかなと個人的には感じています大人にふさわしいサイズ感としてジャストサイズというところは僕も異論はないんですがジャストサイズからタイトめではなくてジャストサイズからちょっと緩めこれぐらいの方が僕はバランスが良くて 今の時代にやっていてもそこまで違和感がないんじゃないのかなと思います上下ともにタイトなシルエットだとなかなかですね今のベーシックというところからはちょっと離れてしまうのでせめてもう少しサイズ感を変えてあげるといいかなと思います、まあ、例えば上半身はですね袖の長さですね短めですし袖の幅もタイトですねもうちょっと長さがあってもいいと思うんですね身幅に関しても体の間にピタリと来ていて、まあ、これはこれで悪くはないんですがちょっとおじさんっぽくも見えなくはないので少しゆとりを出してあげてもいいかなと思います まあボトムスに関しても足のラインに沿ったですねきれいめなシルエットなんですが個人的には太もも部分には少しゆとりがあって膝から下にかけてテーパードが効いてるようなそういったボトムスですねこういったものを履いた方が今の時代には合ってるかなと思うので、まあ、まとめるとこういった着こなしですね決してワイドなシルエットというわけではないんですがジャストサイズから少しゆるさぐらいで適度な大人の余裕もあって今の時代で見ても決しておじさんっぽく見えることがないのでこういったサイズ感を意識してもらうとバランスがいいんじゃないのかなと思います 先ほどもお伝えしましたがベーシックという言葉はよく使われますがその時代によってベーシックの形というのも僕はちょっとずつ変化すると思うんですねサイズ感に関してもジャストサイズからタイトめなのかジャストサイズからちょっとだけ緩さがあるのかこのあたりもですね時代によって変わるので今であれば後者ですねジャストサイズからちょっと緩めぐらいをうまく取り入れながらピタピタにならないことですねこれも大人の男性には大事でピタッとしすぎてしまうと体のラインが結構見えてしまってこれまた清潔に見えます 見えなかったりするので隠すところはうまく隠せるような適度なゆとり感ですねだらしなく見えないぐらいのサイズ感というところも意識するとおじさんっぽいコーディネートにならないのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目はですね、小物が悪目立ちをしているという項目なんですね。夏ってやっぱり着こなしがシンプルなので、ちょっとした小物なんかでアクセントをつけたいという方、すごく多いかなと思うんですね。例えば、スニーカーとかもですね、このような、ちょっとこう、色柄が強くてですね、一個の主張が強いものを取り入れてみたりだとか、あとはバッグですね、ボディーバッグみたいなもので、ちょっとこう、柄だとか、デザインが凝ったものですね、割とこういったものを持っている方も多いかなと思います。さらには、こう、キャップなんかを 被る方もいらっっしゃってキャップ自体のデザインとかロゴとかもドーンとくるようなものなんかも結構かぶってる方も多いかなと思うんですがそういったものはちょっと大人男性にはややや,やりすぎ感があるかなと思うので注意が必要かなと思いますただ夏のですね地味になりがちな着こなしにアクセントを加えるために小物をうまく使おうというですねコンセプト自体は素晴らしいなと思うんですねただその1個ずつのアクセントとなる小物のですねバランスですね派手になりすぎないものを選ぶということが大事かなと思います例えば足 元ですね、特に短パンなんか履いた時にににはは何かか足元にい,いアクセントががあったた方が僕もでですすすねねおしゃれには見えやすいかなと思うんです、ね、ただ、色とかデザインが凝りすぎたものではなくて、例えばですね、こういった他のですね、スニーカーのように、ブラック単色なんだけども、ソールがちょっと厚めで、ややボリューミーな感じのものだとか、こういったものであれば、程よいアクセントとして、バランスよく整うかなと思いますし、あとはサンダルですね、これもまた他のですね、ホパラ2というものなんですが、だいぶボリュー 今の雰囲気がちゃんと伝わりながらもやりすぎ感がないようなもので色もシャープなので大人世代にも似合いやすいかなと思うんですね足元のアクセントとなるようなものもやりすぎ感のないものでアクセントを足してあげるといいかなと思いますあとはトレンド感という意味ではまあ定番ではありますがグルルカサンダルですね相変わらずこういったものも使いやすいのでちょっと綺麗めな方向に振ってあげるのもいいかなと思うのでスニーカーそのものの主張が強いものではなくて、まあ、こういった旬な靴で足元を彩ってあげるのがいいんじゃないかな なないいのかなと思います。でボディバッグに関してもですねごちゃごちゃした感じのものではなくて例えばスタンダードサプライのこういったボディバッグのようななるべくミニマルなデザインのものですねこういったもので着こなしを中心に持ってくればそれだけで色柄とかに全然こう特徴がなくても一つのアクセントになるのでそういったもので全く問題がないかなと思いますあと帽子なんかもですね色とか柄でこう遊びまくるとちょっとこう子供っぽくなるというかのりは若いんだけども顔立ちだとか雰囲気はもうとっくに大人っていう感じで。 ここののギャップっていううととろがあるかなと思うのでもしキャップをかぶる場合はですねこういったブラックベースの無地のものもいいしちょっと入えるとしてもワンポイントの刺ね刺繍が入るぐらいかなこういったものであれば僕は全く問題なく大人世代にもかぶれるかなと思うので、まあ、こういったところで地味なアクセントを作っってていくってとこですね派手すぎないものを使った方が大人の着こなしの中にはすごくバランスよく入えるかなと思うので是非この辺りもですね一つ意識していただければなと思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではおじさん見えする NG 夏コーデ5000というテーマでお届けをさせていただきました結構どれもですね身近な項目だったと思いますし街でも見かけることが多いような NG コーデ例だったので皆さんにとってもひょっとしたらドキッとしたものが1個か2個はあったのかなと思っています、まあ、どれも劇的な NG というわけではなくてよくやりがちなものだと思うんですね、まあ、多くの男性はベーシックでなるべくこうダサく見えないようなスタイルをですね意識するかなと思うんですが 今回お伝えした通り結構ベーシックな形も時代によって緩やかに変化しているというところも頭の片隅に置いておくといいんじゃないのかなと思います特にそれが色濃く反映されるのがサイズ感だと思うんですねちょっと前まではジャストサイズからちょっとタイトめぐらいが割とこうベーシックな見た目に近かったんですが、まあ、最近はですねジャストサイズというところはそんなに大きくは変わらないですがそれよりもちょっとゆとりを持たせたものこれぐらいまでの範疇がベーシックなサイズ感というところに該当するかなと思っているのでぜひ、まあ、皆さんもですね 自分自身の数年前に持っていたベーシックというものをアップデートしながらですね、今に適したような着こなしを楽しんでいただくといいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けのブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、 週末にライブ配信を行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやってますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、動画ではなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さん 気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに